と思います。また原発再稼働推進ありきで除染と賠償の打ち切りなどということは断じて許されないことです。国と東京電力の責任で戻りたい人も戻れない人も全ての被害者が生活の生業の再建を支援することができるように私も全力を尽くしていきたいというふうに思います。今日は、性暴力の問題で質問をします。昨年の暮れに閣議決定をされた第4次、男女共同け、参画計画基本計、男女、共同参画計画基本あ間違えました第4次、男女共同参画基本計画では第7分野として、女性に対するあらゆる暴力の根絶を掲げています。で、女性に対する暴力について犯罪となる行為も含む重大な人権侵害というふうに定義をしています。これはとても大切な定義だと思います。で、その立場からあらゆる施策も展開されるべきだというふうに私は思います。で、その施策を展開する上でもまず第一に必要なこと、それは女性に対するあらゆる暴力の実態、女性に対する人権侵害の実態について正確につかむことだと思います。すでに内閣府は1999年から男女間における暴力に関する調査を行って、昨年3月に2014年度の報告が公表をされています。この調査で男性から無理やり性交された女性がどれくらいいたか、そのうち未成年のうちに被害に遭った人はどれくらいいましたか。竹川男女共同参画局長。お答えいたします。ご指摘の、平成26年度の調査でございますけれども、この調査におきまして、女性、1811人がサンプルでございますが、これまでに、異性から無理やりに性交されたことがあるかを聞いておりまして、1回あった、が 3.7%、 2回以上あったが 2.8% で、被害経験のある女性は、6.5% となっております。またそのうち未成年の割合がどれかとどのぐらいかというご質問でございまして、このご指摘の調査におきまして、その異性から無理やりに性交されたことがあったというお答えになった方で 6.5%、 117人につきまして、その被害に遭った時期を聞いております。小学生以下が 11.1%、 中学生の時が 2.6%、中学卒業から19歳までが 23.1% となっておりまして、未成年者が4割弱となっております。池内沙織君。はい、15人に1人、しかもほぼ4割が未成年の時に被害を受けています。で、重要なのはこの調査が全国5000人の20歳以上の男女を無作為に抽出し、そのうち女性1811人からの回答を得たもので、特定の人を対象にしたというものではないということです。で、この調査は1999年度から3年ごとに行われていますが、無理やり性交されたと答えた女性の割合はそれぞれどうなっていますか。滝川局長。はい、ご指摘の調査、過去のものを遡りますと、平成17年度が 7.2%、 平成20年度が 7.3%、 平成20年が 7.3%、 平成23年度が 7.7%、 平成26年度が 6.5% となっております。池内沙織君。はい、一度限りの減少ではないということだと思います。で、いつ調査をしても同じような結果が出たということは、日本社会では恒常的にこうした状態が続いているということを示しています。人数に換算すれば、日本の20歳以上の女性の人口は2014年度の推計で5365万6000人です。その 6.8% といえば343万4000人にも上ります。何度調査をしても同じような比率が出てきていて、この人数は決して突飛なものではなく、実態に即したものだと私は思います。
私は率直に言って非常に驚きました。とても恐ろしい実態だと思いました。政府社会を挙げて克服をしていかなければならない問題だというふうに思いますが、官房長官はこの数字をどのように受け止められますか。菅官房長官。まあ、性犯罪というのは女性の対する暴力の中でもその人権を著しく踏みにじるですね、最もこの許してはならない行為で、多くの被害者の方が今得られることを深刻に受け止めております。で、まあ、政府として性犯罪の根絶に向けて加害者と被害者を生まないための若年層を対象する教育、さらには女性に対する暴力を容認しない社会のその環境を作っていくと、このことも大事だというふうに思っています。また性犯罪の対処未然防止のためのこの性犯罪に関する罰則のあり方、このことについても見直しを行うとともにですね、また関係の法令ありますから、その法令をですね、厳正に運用し、そしてまた適正でかつ性犯罪捜査を推進をし、そしても事件として挙げて、で罰則を受けてもらう、そういうことをしっかり行うことがまず大事だというふうに思います。また被害者に対してはこの被害直後から相談を受けて迅速にかつ適切に医療的支援、さらに心理的支援などを提供することによって被害者の心身の負担の軽減を支援する、このことも大事だというふうに思います。被害を訴えることをこれ躊躇せずにですね、必要な相談を受けられる体制、被害者の心身回復のために被害直後及び中長期の支援が受けられる体制の整備、こうしたことを図っていくこともこれ大事だというふうに思っておりますので、今委員から指摘をされましたそうした数字、そうしたものがですね、完全になくなるように努力をしてまいりたいというふうに思います。池内沙織君。はい、ぜひ積極的に取り組んでいただけたらというふうに思います。で、性暴力の被害というのは本当に見えにくい被害だと思います。誰かに相談したかという問いに誰にも相談しなかったと答えた人が 67.5%、 被害が顕在化していないということだと思います。なぜ相談しなかったかといえば恥ずかしくて誰にも言えなかった 38%、その他 20% 以上を占めた回答は自分さえ我慢すれば、思い出したくない、自分にも悪いところがあった、相談しても無駄だと思ったというような回答が続きます。無理やり性交などというこの性暴力であり性犯罪にさらされてもなお被害者が自分を責めて沈黙を強いられていると、多くの方々が沈黙を強いられているということに私も心が痛みます。性暴力をやはり社会から根絶しないといけない、そのためにもぜひとも国を挙げて取り組む必要があるというふうに思うんです。で、今私は緊急に必要なことというのは現に被害を受けた人に寄り添うことだと思います。で、一つは被害を受けた女性たちに対してやはりあなたが悪いのではないと、被害者なのだというこの強烈なメッセージを国が発信していくということが大事だというふうに思いますが、加藤大臣どうですか。加藤国務大臣。また後でも議論させていただくんだろうと思いますけれども、そのためにも政府としてワンストップ支援センターの設置を促進していくということが必要だというふうに考えておりまして、今の箇所をさらに増やして各都道府県に最低1箇所を設置するという目標を掲げてですね、まずは相談しやすい環境をしっかり作っていくということが必要だと思います。それから今お話がありましたように、そうした相談に対するこう躊躇する思い、それを、そうではなくてきちんと相談してほしい、そういった呼びかけをですね、しっかりしていくことも大事なんだろうなと思います。池内君。はい、ぜひとも国を挙げてあなたは悪くないというメッセージを発信をしていただきたいというふうに思います。で、先ほど失礼しました、同じ内閣府の調査でこの男女間の暴力を防止する必要な対策体制、このために何が必要であるかと聞いたのに対してどのような回答が一番多いですか。滝川局長。
ご指摘の調査におきまして、男女間における暴力を防止するために必要だと考えることを聞いた結果でございますが、まず、一番多かったのが、被害者が早期に相談できるよう身近な相談窓口を増やす、これが 69.4% で最も多く、次いで、家庭で、保護者が子どもに対し暴力を防止するための教育を行うが 64.6% などというふうになっております。池内君、はい、私も性暴力をその被害者を支援する上でワンストップ支援センターというのはとても大事だというふうに思います。でとりわけ病院拠点型のセンターというのが私は大事だというふうに思うんです。先ほど安倍議員もご指摘をされていましたけれども、国際的にもその役割というのは重視されていて、例えば国連女性のに対する暴力に関する立法ハンドブックの中では、このような性格を持つ支援センター、人口20万人に1箇所、これが最低基準だと言われているし、その基準からすると日本には各地に500箇所あってももうおかしくないという水準です。あまりにもやはり遅れているのではないかというふうに思います。で私も昨年末大阪の幸子を見学させていただいて視察をさせていただきました。ですごく心に残ったのは、やはり被害を受けた女性たちが、それこそ自分の体は自分のものであるということを、この当たり前の権利を奪われた女性たちがもう一回自分の人生を自分の足で歩んでいくということがとっても大変なことで、そういう被害を受けた女性たちが LINE したら、まず相談窓口でどこに自分が座るかというのをその人に決めてもらうんだというふうに説明を受けたんです。もうそういうところから自分で自分の人生をやはり決めていくということを、病院拠点型であるからこそ最初から最後までこう支援ができるということを私はとても痛感しました。なのでやはり24時間体制、病院拠点型、長期間継続的に支援をということが求められていると思うんです。被害はやはり時間と場所を選ばないので、なんかこう電話解説だけとかではなくて、やはりこう被害の実態に見合う支援が求められているのではないかと。で幸子の例にもあるように、予算的な手当や制度的な手当というのはどうしても必要だと思うんです。で先ほどの答弁でも加藤大臣もその点はお認めになると思うんですが、で安倍議員も指摘をされていましたけれども、その支援員の配置というのも大事だし、同時にその前提となる支援員の育成にかかる費用、これもとても大事だと思います。医学教育における性暴力に関する講座の導入なども現場の方々は求められていらっしゃいます。さらには財政状況も、先ほど安倍議員も指摘されてましたけれども、診療報酬の体系の見直し、これもぜひやっていただきたいと思います。この点は加藤大臣は厚労大臣ではないので、担当大臣ではないとは私も分かっているんですけれども、やはり男女共同参画の推進のための大臣として各省庁にぜひ働きかけていただきたいと思いますが、いかがですか。加藤大臣。今お話がありました、先ほど安倍委員会でもありました、大阪の幸子を最初にスタートしていただいた、そして24時間365時間体制をで、そうした方々の相談支援に当たっていただいておる。また今の委員からのご説明のように、非常にこのきめ細かい配慮があるなということを改めて実感させていただきました。今そうしたセンターに対する財政措置というのは基本的にしてないわけでありますが、まあ今モデル事業等を通じて促進をさせていただいている。まあまずこういったことを通じて、まあ20万人1人という国際機関の話もありますけれども、まずは国内で各都道府県1県しっかりとこれを実施していきたいと思っております。それからそれを展開する中でですね、やはりそれぞれの地域、幸子のように病院中心型もあります、相談中心型もあります。いろんな実情も聞きながらですね、必要な対応、どういうものがあるのかしっかりと研究しながら、それに対して対応していきたいと思っております。池内君。ぜひ設置目標も掲げて推進していただきたいですが、いかがですか。その設置目標、ちゃんとこの時期までにこれだけ作るっていう、どうですか。加藤大臣。基本的には各都道府県ということでありますけれども、この第、
4次の男女共同基本計画、これ5年間になりますから、まあ、少なくともそこにおいてはですね、目標、具体的目標として、各都道府県1件と言っておりますから、まあ、それはしていかなきゃいけない。まあ、委員はそれじゃ遅いということかもしれませんが、まあ、できるだけですね、それぞれが前倒しっていうんでしょうか、早期に体制、設置をしていただけるよう、我々も働きかけをしていきたいと思います。池内君。ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、もう一つは、加害者を減らす措置で、内閣府の調査では加害者についても、行っていて、その結果は大多数の人が交際相手、元交際相手、配偶者、元配偶者、親兄弟、それ以外の親戚など面識のある方から人その人から被害を受けていると。で、私は女性たちに対して無理やり性交を迫るというのは夫婦であっても親子であっても犯罪行為であるという認識が絶対に必要だというふうに思います。で、その認識がなければ無理やり性交された人が300万を超える、こんな悲惨な実態はなくならないというふうに思います。先日発表された国連女性差別撤廃委員会の総括所見の中でも、近親間、強姦の定義の拡大、婚姻関係におけるレイプなどを犯罪と規定するように求めています。今、刑法の強姦罪の改正の議論が進められていますけれども、非親告罪化の議論はもとより、配偶者間強姦、についても検討する必要があると思うし、暴行脅迫要件の緩和、被害者が年少者である場合の公訴事項の廃止停止、こうした問題についても改正を急ぐべきだと思いますが、どうですか。森山法務副大臣。池内委員からご指摘がありました件につきましては、昨年の10月9日に性犯罪に対処するための刑法の一部改正について、法務大臣から法制審議会へ諮問したところであります。この審議会の議論をまず見守りたいと思います。そしてこの昨年10月の諮問というのは、昨年の8月に取りまとめられた性犯罪の罰則に関する検討会の報告書の内容を踏まえたものであります。この検討会におきましては、ご指摘の配偶者間においても強姦罪が成立することを明示する規定の新設、強姦罪等における暴行、脅迫要件の撤廃または緩和、年少者に対する性犯罪についての公訴事項の撤廃または停止のほか、女子差別撤廃委員会の最終意見で指摘された事項、すなわち近親婚を明示的に処罰する規定が設けられていないこと、いわゆる性交同意年齢が13歳であることなどについても論点として取り上げられ、さまざまな観点から議論が行われたものと承知しております。これらの論点につきましては、同検討会において法改正をすることに慎重なご意見や、法改正をするべきでないとのご意見が多数であったことなどから、今回法制審議会に諮問しなかったものでございます。いずれにせよ、これらの事項については、同検討会における議論をも踏まえ、法改正の要否を含めて慎重に検討すべき問題であると考えております。池内君。はい、ぜひとも検討をお願いしたいと思います。ここでテーマ変わりますので、菅官房長官、結構です。はい、ありがとうございます。結構です。女性に対する性暴力の問題で私は見過ごすことができないというのは、やはり年少者、とりわけ JK ビジネスの名で女子高生が被害にさらされているということだと思います。昨年秋、国連のマオド・ド・ブーア・ブキッキオ児童売買、児童売春および児童ポルノ国連特別報告者が来日をして、日本国内で調査を行って記者会見をしました。その時、この報告者が女子学生の 13% が援助交際を経験していると述べたことが大きな問題になりました。で、外務省が11月2日に根拠がないとして発言の撤回を申し入れた。私も根拠のない数字を上げつらうということは正しくないと思いますけれども、 JK ビジネスが多くの少女たちを巻き込んでさまざまな問題を起こしているということは事実だと思います。それでは一体この 13% は事実無根と抗議した日本政府は、いわゆるJK ビジネスに関わった少女たちがどれくらいいると掴んでいるのか、掴んでいないとすれば実態調査を行うべきではないか。加藤大臣、いかがですか。加藤大臣。内閣府では被害者数そのものは把握をしておりません。
まあ、ただ内閣府においてもさまざまな民間団体等もともいろいろと意見交換もさせていただいております。まあ、そういった場所を通じて、まあ、実態把握に努めていきたいというふうに思います。ただ今委員ご指摘のようにその、まあ、差は去りながらやっぱり状況というのは把握しないとですね、適切な政策は打てないというのはその通りだというふうに思います。まあ、ただこういったものをどういうふうにですね、把握すればいいのかというのは正直言って普通の調査とはまた違う、また国がやる場合でありますから、またそれはそれなりにいろいろと考えていかなきゃいけない点があるんだと思います。まあ、そういったことを含めてですね、把握する必要性は十分共有していきたいと思いますが、まあ、どういう形でやればいいのか、しっかり勉強させていただきたいと思います。池内君。はい、私もぜひとも実態をつかんでいただきたいというふうに思っています。でそこで警察庁に聞きます。 JK ビジネスとはどういうものか、愛知県警ではどのように述べていますか。種谷生活安全局長。お答えいたします。いわゆる JK ビジネスについては、女子高生等の少年の性を売り物とする新たな形態の営業でありまして、大規模な繁華街等を要する大都市を中心として、まあ、例えばリフレですとか散歩等と称してさまざまな形態により出現しているものと承知しております。これらの営業につきましては、女子高生等が児童買春等の犯罪の被害者となる危険性が高くて、少年の保護と健全育成の観点から憂慮すべきものであると認識しております。まあ、警察といたしましては、これまでもこれらの営業に対しまして、労働基準法ですとか児童福祉法等を適用して取り締まりを行っているところでありまして、引き続き実態把握に努めながらこれらの業務に従事している女子高生等に対する補導を推進するとともに、違法行為については厳正に取り締まってまいりたいと考えております。池内君。愛知県警のホームページの該当箇所をちょっと読み上げていただけないですか。谷谷局長。お答えいたします。愛知県警におきましてはホームページで、JK ビジネスって何っていうことで、定義をしておりまして、JK 女子高生と称し商品化し18歳未満の少年の性を売り物とする営業形態の総称ですということで、 JK ビジネスの例としてガールズ居酒屋、リフレ、見学クラブ、撮影、お散歩、観光案内等が例示をされているところでございます。どんな危険があるか、その下にどんな危険があるのというふうに書いておりまして、18歳未満の少年が JK ビジネスで働いたりすることは不特定多数の客から性の対象として見られ、児童買春やストーカーの被害に遭うなどの危険性があります。また安易な気持ちで近づいた結果重大な犯罪に巻き込まれることも考えられるので、この種の営業に関わらないようにしましょうというふうに書いてございます。池内君。はい、少女たちは性暴力の被害に遭うことなどない、言ってみれば普通のバイトだと思って気軽な気持ちでこの JK ビジネスに接近をしています。しかし実際には客に性行為を求められることはよくあることで、愛知県警のホームページでも言っているように、客の要求によって容易に性行為にまで行き着いていると。で私は数年前に錦糸町で家出をしてきた少女16歳と17歳の少女2人に出会いました。私にはこれはとても衝撃的な出会いでした。で2人とも家族関係がうまくいっていなくて家に居場所がない、学校にも不登校で行っても居場所がないと。で私に会うまでの2日間、一体どこで何してたのかと聞いてみると、声をかけてきた男性の家に泊まって望まない性行為を強要されていたと。二人に出会ったその日に、私はもう安心して暖かい布団で寝てもらいたい、ぐっすり眠ってもらいたいっていう思いから、自分のアパートに連れて帰って一晩一緒に過ごしたんですけれども、彼女たちと夜通し話すと、もうその少女は肩から手首まで、また膝下もうぎっしりとリストカットの跡が幾重にも刻みつけられていて、皮膚が硬くなってました。で その子のバッグの中にはですね、勉強したいって言って国語の教科書や数学、英語の教科書が入っていたわけなんです。私はこういう少女たちが今行き場所がない、誰に出会うかによってその後の人生が大きく変わってしまうような社会は、私は異常だというふうに思うんです。
で JK ビジネスなどに絡め取られた少女たちの相談に乗ってさまざまな支援に取り組んでいる一般社団法人コラボの代表二藤夢乃さんにお話を伺うと、2014年度の84名の少女から相談があったということで、そのうち JK ビジネスに関わる少女が58名、個人売春を経験したという少女が23人、斡旋者の下で管理売春をさせられていた少女が17名、彼女たちの多くが家族から身体的精神的また性的虐待を受けていたり、ネグレクト、親の自死、家庭の経済状況悪化、家に居場所がなくなって、まあ、街にあふれてきていると。問題はこうした少女たち、街をさまよっている少女たちに誰が声をかけるか、ここで運命が分かれているということだと思います。で二藤さんは帰るところがなく街をさまよっているときに宿と食事を与えてくれるという人に話しかけられて、その人が悩みを聞いてくれたり、また他にも同じような状況の同世代の女の子たちが楽しく働いてるよなどというふうに言われたら、やはりついていきたくなるのは自然なことだろうというふうに指摘しています。今日食べるものがない、今日寝るところがない、そんな時に声を上げられない少女に対して声をかけるのは、そういう少女を利用しようとする大人たちだと、具体的にはスカウトと呼ばれる人物であり店長であり店のオーナーだというふうに二藤さんが指摘しています。彼女はこういう業界の人々のことを裏社会の人たちというふうに呼んでますけれども、私はこうした関係性の貧困の中にある子どもたちに裏社会が居場所や関係性まで提供している、そして彼女たちを引き止めるために、まあ、居場所にどんどんしていくわけですね、お店を。私はこういう少女に声をかけるという仕事というのは、本来 JK ビジネスなどに少女が絡み取られないために国がやる、政治がやる仕事だというふうに思いますが、大臣いかがですか。加藤大臣。今池内委員の、まあ、生の体験もお話を聞かせていただきました。まあ、まさに居場所っていうのは大変大事なことなんだろうというふうに思います。まあ、一時的な、まあ、保護という意味においては、配偶者暴力相談支援センターとか個人相談所というのが、まあ、被害の状況によって必要な場合には一時保護を行っているというのがあります。また実際配偶者暴力の被害者のさまざまな年齢の方が保護されているというふうに、まあ、承知もしております。またさらにこの JK ビジネスの被害少女の避難については民間の団体においてもですね、取り組んでいただいているということでございます。まあ正直言ってまだ全体を我々は把握をしているわけではございません。まあそういった民間の団体の取り組みなどもですね、しっかりと見させていただきながらですね、この問題の奥深さといいますか、状況というものをしっかり勉強させていただきたいと思います。池内君。はい、やはり今ある受け皿ではなかなか子どもたちの居場所になりきらないからこそこういう実態があふれているんだと思うんです。でその点で私も驚いたんですが、店のスタッフっていうのは居場所づくりのために本当に並々ならぬ努力をしています。携帯を買い与えたり、病院代を出したり、こうした形でどんどん逆らえない形、あとは人間関係をシャットアウトさせていって、とても狭い人間関係の中に囲い込んでいくことなど、住まいを提供する代わりに、まあ、働かせるわけですけど、少女が抜け出せない状況というのはやはりいろいろと作っているわけです。で私はいつも怒りを感じるんですけど、こうした性暴力の問題ってなると、その問題を聞く側の方にもうすでに偏見が埋め込まれているってことがとても多いというふうに思うんです。JK の問題も少女の低層観念の問題とか素行が悪いとか非行の問題というふうにやはり現場でも捉えられがちで、私はそれ自体が偏見だというふうに思います。子どもたちが置かれている困難な実態とは全くかけ離れた私は偏見だと思います。少女たちは知らない人との性的接触を求めているのではありません。少女たちは衣食住を、今日寝る場所を、そして温かい人間関係を求めているんだということを強調したいと思います。ある少女は実の父親からの性虐待から逃れるために地方から首都圏に逃げてきたそうです。この首都圏の、相談民間の方々とつながることができて、で首都圏の警察に相談に行ったそうです。するとその警察官から被害が実際に起こった場所に自分のお金で戻って、その場所の警察に被害届を出せというふうに
あしらわれたそうです。私は本当にここに表社会と裏社会の決定的な違いがあるということを言わないといけないと思います。裏社会の人々は決して少女に住所地に戻れ、居住地に戻れなどということは言いません。学校や家庭に頼れなくて、関係性もなくて、貧困の中にいる少女たちに、やはり裏社会というのは居場所関係性をあの手この手で本当に居場所にしていくと。私はこうしたですね、個人に合ったメニューをやっぱり準備できる、そういう体制が子どもたちを守っていく第一歩だというふうに思うんです。仕事や食事を提供し、やりがいと仕事を持たせて、学習支援まで実は店側はやっているということなんです。なぜ裏社会の大人にできていることが表社会の私たちにできないのか、二藤さんは鋭くこのように問いかけています。私は政治に携わる者にとってこの言葉というのはとても重い問いかけだと思いますが、大臣はこの問いかけをどのように受け止められますか。加藤大臣。ちょっと今の警察の例はですね、また担当大臣にもお話をしておきたいというふうに思います。いずれにしてもそれぞれの被害のまずあるいは被害を受けそうな、そういった方々をですね、どういう形で、に対応していくのか、先ほど申し上げたようなことで我々もいろいろさらに勉強していきたいと思いますし、もう一つはそういうことが起こらないような状況というのを作っていく必要がある。そのための研修ということで、若年層に対して指導的な立場にある人を対象とした、あるいは相談員を対象とした、そういった研修もしながらですね、そうした要望、あるいはもし万が一ということになればですね、どういうところに相談に行くのか、言ったことについてもですね、しっかり周知を図り、また被害者の支援を行う民間団体ともよく連携を取りながら、あるいは各関係省庁とも連携を取りながらですね、しっかりと対応させていただきたいと思います。池内君。やはり子どもを都合よく利用する、儲けの対象にするという社会は私は異常だと思います。子どもが助けてと言えない社会はおかしいと思うんです。誰もがやっぱりあったかい人間関係の中でこれまで育まれて生きてきたと思うんです。共に笑ったり泣いたりっていう、で時には厳しくちゃんと叱ってくれるという大人の存在がここにおられる議員の皆さんにもそれぞれいたというふうに思うんです。こういう当たり前の社会にやはり変えていかないといけない。子どもの6人に1人が今貧困状態にあって、関係性の貧困、今日寝る場所がない、衣食住を求めているというこの現実に私も向き合っていきたいと思います。で私は今2つのことが求められていると思うんです。1つは JK ビジネスなどに などそのものをやはり規制すること、もう1つは JK ビジネスなどに女子高生が絡め取られていかない対策をするということ。7日公表された国連の子どもの売春・児童ポルノに関する特別報告者による日本に関する報告書を出されましたけれども、この中で10代の女子が従事する JK ビジネスなど性的搾取を促進したりつながったりする商業活動の禁止というのが勧告をされました。国連の指摘、国としても本当に早急に対策を講じるべきだというふうに思います。加藤大臣とまたただいま到着されたばかりですけれども、河野大臣にもこの質問を聞きたいんですけれども、いかがでしょうか。加藤大臣。昨年 の第4次男女共同参画基本計画においても、児童売春等の子どもに対する性的な暴力や売春について、関係法令を厳正かつ適切に運用し、取り締まりを一層強化するということにされているところでございます。また側聞いたしますと、愛知県の青少年保護条例、青少年保護育成条例においては、女子高生を JK と称して商品化し、性を売り物にする営業形態を包括的に規制することを目的として、平成27年7月からそういったものを施行されているというふうにも承知をしておりまして、こうした規制などを含めてですね、どういう対応があるのか、しっかり勉強させていただきたいと思います。大臣、質問聞かれてなかったので、もし、すいません。答弁求めるならもう一度質問してください。国連、7日に、公表された国連の勧告に関するんですけれども、児童ポルノに関する特別報告者によって日本に関する報告書の中で、10代の女子が従事する JK ビジネスなど性的搾取を促進したり、またそれにつながったりする商業活動の禁止、これが勧告をされました。
この国連の指摘に国としても早急に対応すべきではないかという質問です。河野大臣、国家公安委員長。ご指摘の報告書の中にはいわゆる JK ビジネスという記載がございますが、やや正当な根拠に基づくものではない記載があるというふうに承知をしております。まあ、いずれにいたしましても、この JK ビジネスにつきましては、女子高校生などが児童売春の被害者となる危険性があることから、極めて憂慮すべきものだというふうに認識をしております。警察といたしましては、こうした、JK ビジネスと言われているものの実態把握に努め、労働基準法の各種法令を適用して取り締まりを行うと同時に、こうした業務に従事している女子高生に対する、補導を行っているところでございます。引き続きこうした犯罪の取り締まりを積極的に進めるよう警察を指導してまいりたいと思います。池内君。武吉清氏の報告の中の 13% という数字、まあ正確でないものを使うというのは私も間違っているとは思うんですけれども、やはりそもそも実態調査がないということは重大な問題なので、ぜひとも、もう最初の質問にも戻ってしまうんですけれども、内閣府による調査を求めていきたいというふうに思っています。で、絡め取られないための施策という点ではどうかといいますと、警視庁はヤングテレフォンセンターなども持っていて、で平日の受付時間8時半から夜8時、土日は夕方5時ま で、少年センターというのも都内に8カ所あって、受付時間は朝8時半から夕方の5時15分までということなんですよね。で、私はこれらの対応が、まあ、全く無駄だとはもちろん思わないわけなんですけれども、で同時にサイバー補導なども今おっしゃられましたが、まあ、これもただ警察は補導した後に家族に連絡するということが大体基本的な対処だというふうに聞いてます。家が居場所になっていない子どもたちを家庭に戻しても、やはりそれでは問題は解決しないというふうに思うんです。で、現実にこうした少女たち、性暴力の被害を受けるような少女たちに真に寄り添おうとすれば、24時間窓口が開いている必要があるし、いつでも駆け込めるということが大事だと思います。それだけじゃなくて、積極的に街に出て働きかけて少女たちに出会う努力、そして食事を取る場所、寝る場所を提供するという体制がやはり今求められているというふうに思うんです。何度も繰り返しますが、彼女たちを利用しようとする側はそうした体制をもうバッチリ持っているということなわけです。私はここにどうして表社会ができないのかっていう問いかけの、この問いかけへの答えがあるというふうに思う。先ほど紹介したコラボなど民間の人たちはまさにこうした本当に24時間365日もう地方だろうと何だろうとすぐに飛んでいくという体制を持っているわけなんです。行政自身が積極的にこうした体制を整えていく、民間の団体の知恵も力も借りていく、そのためには応分の支援、資金的援助、人的援助も惜しまないという、そういう体制が必要だと思いますが、大臣いかがですか。加藤大臣。先ほどややこだダブってしまうところがあるかと思いますけれども、まずは私どもとしてできることを、まず各地域にセンターを設置する、などなどしっかりと進めさせていただきたいというふうにも思いますし、また併せて今お話がありました、まずはその実態、どういう状況にいるのか、そういったこともしっかり把握しながら、我々としてできること、それからやはりどうしてもこうそのさっきお話がありましたように、実態が分かりにくい、それから実態を話しにくい、いろんな状況があるんだと思います。そういった点に関しては、NGO の団体等がですね、非常にきめ細かい対応もされておられるわけでありますので、そういった団体ともよく意見交換連携も取りながらですね、対応させていただきたいと思います。池内君。はい、二藤さんはこういうふうに言ってます。回春する側というのは、少女にどれほど断られ続けても粘り強く何人にも声をかけ続けるそうです。そうした執念に今夜眠る場所を求めている、その少女に差し出された回春者のおにぎりたった一つに、今私たちの社会は負けている状態だと。私はこの言葉に本当に大きなショックを受けました。裏社会のスカウトと呼ばれる人々は、例えばキャリーケースを一人で引き歩いて夜の街へさまよっているような少女に声をかけたり、ネットカフェで寝泊まりしている少女を見つけては誘ったり、
SNS を通じて家出を希望する少女を見つけて迎えに行ったり、地方の少女であれば飛行機のチケットを送ってまで呼び寄せているということなんです。こうしたやはり裏社会のスカウトを上回るほどの表社会のスカウトを養成していく配置が全国に急がれるのではないですか。大臣いかがですか。加藤大臣。今、それぞれの対応で、例えば警察等においてもですね、そうした対応もされているんだろうというふうに思います。ただその辺の連携がどういうふうになっているのか、その辺も含めてよく私ども関係省庁も連携を取りながら、そして先ほど申し上げましたやはり民間ともよく意見交換をしながらですね、まさにそうした魔の手よりもですね、早く手当てができるということのご質問だというふうに思いますので、そういった対応ができるようにですね、さらに引き続き対応させていただきたいと思います。池内君。ぜひお願いしたいと思います。で、ある、少女はですね、ツイッターで女子高生におすすめバイトを紹介するというアカウントにフォローされて、それをきっかけに初めてやったバイトが JK お散歩だったということなんです。で、店舗で受験勉強まで教えてくれる、そして待機時間に勉強ができるということで気軽な気持ちで足を踏み入れた。で、他のバイトの経験もその子はないそうなんです。あくまで性行為などを求められることのないバイトだというふうに思っていた。しかし二藤さんがその危険を伝えると、こういうことがあるかもよということを伝えると、彼女は今すぐ辞めたいということになって、二藤さんと相談しながらさまざまな対応をしていったということらしいんです。で、入り口は今やもうインターネット、 SNS です。身近に繁華街がなくとも、スマホ一つ持っているだけで全国各地の子どもたちがこうしたいわゆる裏社会の入り口にもうすでに立っているという認識が大事だというふうに思います。私は国と自治体がいつでもスマートフォンなどを通じて生活上の相談など気軽に LINE などで助けてと言えるような、そういう体制が今求められていると思いますし、同時にやはり寝る場所がない、食事が食べられない、こうした子どもたちが駆け込むことができる、住所地など関係なく自分の家に帰れとか自分が住んでいる場所のシェルターに行けとか、そういうことを言わずに逃げてきた子どもたちをきちんと受け入れていくことのできるシェルターが求められていると思いますが、加藤大臣、この点いかがですか。加藤大臣。まさに周知ということでありますけれども、相談しやすい体制等の整備については、そうした相談窓口の所在ということをですね、しっかりと周知をしていく、あるいは先ほどもお話がありましたけれども、相談番号を周知や、相談しやすくするための工夫、夜間や休載日における相談対応の実施等、こういった方策をしっかり検討していきたいと思いますし、またまさにインターネット時代、アプリとかサイトとかですね、こういったもの、まさに相談しやすくするための工夫の一つだというふうにも思っております。そうした相談しやすい環境の整備あるいは支援についてはしっかりとまた関係省庁とも連携を取りながら、また民間団体ともよく連携を取って対応させて、被害者に対してどうやったらそうしたところに踏み込まないのか、そしてまたどういう支援が効果的なのか、その辺をしっかり検討しながら対応を充実をしていきたいと思います。池内君。周知という点は本当に急がれているというふうに思うんです。で、今ですね、高校生に対する啓発ということで法務省が今年全国の高校1年生全員に対してこのパンフレット、あなたは大丈夫、考えよう、インターネットと人権というパンフレットを配布をしたと聞いています。で、これにかかった予算がいくらで、印刷した部数どれだけか、そして毎年配るのか、答えてください。森山副大臣。委員が今ご指摘いただいたのはこのパンフレットだと思います。法務省の人権擁護機関では、インターネットを悪用した人権侵害をなくそうということを啓発活動の年間強調事項の一つとして掲げておりまして、各種啓発活動を実施しているところであります。そして、本年度は高校生向けのこのインターネットと人権をテーマにしたこの
まあ、啓発教材を作成しまして全国の高校1年生に配布の上各種啓発活動で活用しているところでございます。予算としてはこの教材にかかった予算額は約1470万円ということになります。委員からご指摘の、まあ、これからどうするのかとこういうことでございますけれども、インターネットをめぐる問題が重要な人権課題であることを踏まえつつこれを含めたさまざまな人権課題に対応する必要があることから引き続き人権状況を注視しつつ適切な啓発活動を実施してまいりたいと考えています。啓発活動の内容についてもその、まあ、今日の池内委員のご指摘も踏まえながら充実した内容にすべくこれから検討を進めていきたいとそんなふうに考えています。池内君、ぜひとも1470万円という予算は決して国家予算としては巨額ではあるというふうには私は思わないのでぜひ毎年配っていただけるように現場からもぜひ増刷してほしいという声も届いていますので行っていただきたいと思います。そして JK ビジネス、そしてこれから触れる AV ビデオなどの危険を啓発するページ作っていただきたいということを私も要望しましたが検討いただけるということでぜひやっていただきたいと思っております。でもう一つは今日取り上げたいテーマのもう一つは、アダルトビデオと性暴力の問題です。で膨大な量のアダルトビデオが今流通をしています。そこで流されている女性の映像のうち果たしてどれだけの人たちが自分の選択で自分の意思で出演しているのか、長らく信じられてきた言説があります。 AV には被害者などいない、女性は皆同意のもと撮影に応じているしそれ相応の対価も得ているのだから問題はないと、私はそれは本当だろうかというふうに思います。とりわけ裏ビデオと言われるものとかインターネットを通じて配信されている画像というのがどうなのか、2015年の9月に AV に出演を強要された女性が契約不履行として損害賠償を求められた裁判でです。で、損害賠償の必要はないとするとても注目すべき判決が出されました。ちょっと事件の概要を紹介したいと思います。この裁判の当事者となった女性はある繁華街の駅頭でスカウトマンからタレントにならないかと勧誘をされた。 A さんは普通のタレントだと考えてわいせつな行為をするとは想定をしないままに営業委託契約書に署名捺印をしました。当時は高校生で保護者の同意もなく契約書のコピーも本人には渡されませんでした。普通のタレントとして扱われると思っていたら最初からわいせつな仕事をさせられた。その後も契約書の存在を盾にわいせつな仕事をさせられてプロダクションの一存で AV 撮影も強行されてしまいました。女性はやりたくないと懇願をしたけれどもすでに契約が成立しているのでもし従わなければ違約金が生じると高校を卒業して進学をしていた彼女には到底支払うことができない金額を示されて彼女はやむなく応じざるを得なかったと。撮影の1日目には数名の男性によって性行為を繰り返し強要された。そのショックで放心状態にあるときに AV 出演の契約書に署名捺印をさせられたということです。その後も AV の撮影が続いてもうやめさせてほしいと何度も懇願したけれども聞き入れてもらえなくて挙句に AV に出演しなければ1000万円の違約金が必要だと脅されてAV の撮影に従事をさせようとしたわけなんです。女性は出演を拒否してこうした女性の救出支援を行っている民間団体 PAPS という団体ですが自力で探し当てて相談をしたわけなんです。で、相談を受けた PAPS は直ちに契約解除の通告を行ってプロダクション側から女性に損害賠償請求を行ったけれどもその、プロダクション側の要求が認められずに今回女性は救われたというこういう案件です。で、この判決はこうした状況に置かれている多くの女性たちおそらく沈黙を強いられている女性たちにとても大きな励ましとなったと私は思います。なぜならこの判決以降パップスに寄せられた相談が2013年には1件だったものが2015年には12月7日までに79件もの相談が寄せられて3月3日に国連人権 NGO ヒューマンライツナウが記者会見で公表してさらに増えているんです。
3月2日までに131件に達したということです。私はこれすら氷山の一角だというふうに思いますけれども、これを見てもいかに多くの女性たちが AV 被害の AV の性暴力被害を受けてきたかということがわかるというふうに思います。重ねて言いますが、判決は AV への出演は原告、これは芸能プロダクションのことですけれども、この原告が指定する男性との性行為をすることを内容とするものであるから、被告、これ女性の方です、この意に反して従事することが許されない性質のものであるというふうに、このように決して、契約解除が正当であるというふうに述べました。これは本当に私は画期的な裁判だったと思います。契約書があるから AV への出演は拒否ができない、多額の違約金を払うことができないのでやむなく出続けなければならないというふうに沈黙をずっと強いられてきた、声を上げることさえもできなかった女性たちにとって本当に大きな力となる判決だと思います。大臣にお伺いいたしたい、河野大臣と加藤大臣にお伺いしたいんですけれども、私は現に被害を受けている女性たちがこの無効となるべき、本来違法であったはずのこの無効となるべき契約破棄に立ち上がることができるようにしていくためにも、新たな被害を生まないというためにもですね、この判決の趣旨を広くポスターなどで国民に広報すべきだというふうに思うんですけれども、いかがですか。加藤大臣。ご指摘の判決あるいは類似の事案があることを多くの方が知るということで、同様の契約があってある、あるいはその契約を結んで結果的に結んでしまった、それによって大変苦しんでおられる女性を減らしていくということは大変大事なことだというふうに思います。女性に対する暴力をなくす運動の取り組み、あるいは内閣府が行う研修事業等においてもですね、この事案、これは無効、そういう契約というのは全く無効なんだと、縛られるものではないんだということでありますから、そういったことをしっかり周知するということも検討していきたいと思っております。河野国家公安委員長。本人の意に反するアダルトビデオの出演への強制はですね、これはあってはならない、女性の尊厳を踏みにじるようなものだと思いますし、そうした行為の中で違法行為があればですね、法と証拠に基づいて警察は厳正に取り締まってまいりたいと思っております。残念ながら警察にはそうした相談件数が、未だ多くないものですから、警察にご相談をいただきたいと思いますし、女性警察官を配置したり、あるいは人目につかないような車や部屋を用意をしたり、相談しやすい状況を作ってまいりたいと思いますので、警察としても厳正に対処してまいりたいと思います。池内君。通告はないんですけど、法務副大臣何か一言ありますか。森山副大臣。森山大臣。その違法性ということもそのベースにあろうかと思います。まずはですね、その契約自体ですね、それを含めた上で、とにかくあってはならない行為であると思いますし、どのようにその私たち法務省は人権という観点で関係がするわけでございますけれども、その今のような話あるいは他の人権侵害に対してもですね、我々としてどのようなその政府としての取り組みをしているのか、あるいはこういうような恐れがあるということを、人権侵害に対しての恐れがあり、どういう対処をしていくのか、そういうことをどういう広報ができるのか、また検討を進めていきたいと、そんなふうに思います。池内君。はい、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。で、私は今回裁判で明らかになった例をもとに今話を進めてきたわけですが、外形的に存在するように見える契約にどれほど被害者が縛られているかということは私は強調したいと思います。で、この契約は事業者にとっては錦の御旗です。だからこそ今回この裁判は事業者が起こしています。加害者が起こした裁判で見事に加害者が負けたというのが今回の裁判です。被害者は被害の実態も性暴力であって言い出しにくい、その上契約と暴力に縛られて沈黙をさせられている。私は本当にお門違いだと思いますけれども、この加害者事業者の側が
契約金、違約金などと我が物顔でこの裁判を提訴できてしまったということを思うと、背後に莫大な違約金を実際に支払っている被害者も、まあ、相当数いるのではないかというふうに想像します。被害者にはその中にはもちろん男性もいます。今まさに被害の中にある人にとって、また孤独に悩んでいる人に国がやはり情報を発信していくということ、これが本当に力になるというふうに思うんです。3月3日に記者会見した国連人権 NGO の、 そのヒューマンライツナウ、この調査では他にも本当に生々しい事例が報告されています。私は今日全部言うわけにはいかないので、資料として配布しておりますので、ぜひこの国の現状、今の性暴力被害の実態に皆さん目を通していただきたいというふうに思います。でこの判決を広く国民に知らせるということは、被害者本人が被害から抜け出すということのためにも、もちろん言うまでもなく大事なんですけれども、本来被害の相談に乗る専門的な職業の人たち、こうした人たちにとっても重要だということを言いたいと思います。これまで被害者が弁護士に相談に行っても、多くの弁護士は外形的な契約行為が整っているからということを理由に引き受けないことが多かったと。でこの裁判の当事者の女性はもちろん逃げたわけですけれども、芸能プロダクションが自宅まで追いかけてきて、実力で身柄を拘束しようと、奪還しようとしたそうなんですね。でこの案件で警察に相談に行ったら、なんと警察からは双方から話を聞いた後で、契約書があるんだったら仕方がない、あなた契約しちゃったんでしょうと、だったらこの芸能プロの要求に応じてあと2本出たらどうかというふうに言ったそうなんですね。とんでもないと言わなければならないと。被害者を守るべき立場の人でさえ今こうした認識なわけです。女性に対する暴力、この性行為の強要は犯罪であると、人権侵害であるという認識にやはり立つべきだというふうに思いますが、加藤大臣、河野大臣、それぞれいかがですか。加藤大臣。まあ、さっきのはそうした契約は無効であるということなんですが、その以前としてその本人の意に反したですね、そうしたビデオに出演をさせ、またそうした行為を知るということは、これは全く人権侵害じゃないかなというふうに私は思って聞かせていただきました。まさにそういった観点から対応していかなきゃいけないと思います。この国家公安委員長。誠に申し訳ございません。きちっと警察がこうした案件に対応できるようにですね、全国の都道府県に対してしっかりと通知指導してまいりたいと思います。池内君、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。で繰り返しになりますが、今回業者側の提訴で問題が明るみになった。で被害を受けた人たちは今も、もう体も心も痛めつけられて沈黙を強いられているということです。で先ほど裁判の例で紹介した女性っていうのは本当に幸運です。自力でパップスにたどり着いた。でこれ以上もう出たくないということで、AV 出演を取りやめることができた。で私はパップスの経験とかコラボの経験に共通しているのは、危機介入の手法が本当に大事だというふうに思うんです。問題が起きたときに、その時点で即座に濃密にやはり関係を、関わりを保っていくし、持っていくと。で相談機関の都合に、例えば何時から何時までの開設窓口じゃなくて、やはり相談する側の都合に合わせて、相談したいという方々のオーダーメイドでやはり被害に向き合っていくことが必要だというふうに思います。でパップスは事務所もなくて少ない人数で相談活動に駆け回っていて、だいたい深夜にメールが来るそうなんです。緊急事態である場合がほとんどで、メールが届いてすぐプロダクションの事務所に駆けつけて契約解除の意思を伝えて販売の中止を求めていくと。で相談メールにはすぐ本当に反応を返さなければ、もうそれこそもうものすごい決意でメールを送って、被害者にとってみれば1日2日待たされちゃったらもう次同じ気持ちで立ち上がれるかといったらそう簡単ではないということなんです。でパップスの支援者の方から私も聞いたんですけれども、一つ事例を紹介したいと思います。都内の大学に通う B さんの事例ですけれども、これは新宿駅で芸能界のスカウトと称する男性に声をかけられて、
せめて写真だけでも撮らせてと言われてスタジオに連れて行かれた。学生証と保険証のコピーも取られた。仕事は選ぶことができるし、裸にならないグラビアもあるから心配いらないなどと言われて、長時間の拘束から解放されたいという思いもあって彼女は契約書にサインをしました。数日後電話がかかってきて AV の出演が決まったと突然聞かされた。 B さんは何度も電話でお断りしますというふうに伝えたけれども、これまでかかったお金300万円を支払ってもらうなどというふうに言われて、数日後改めて断りの電話を入れたら、そこまで言うなら話し合おうと、解約に向けて事務所においでというふうに言われたそうなんですね。そして事務所に行った。しかし到着するとその場でなんとレイプをされて、一部始終を動画に撮られて、このビデオを元に脅されて、その後 AV を強要されたということなんです。ひどい撮影では二十数人の男性に次々とレイプをされて、その動画が今も配信をされているということなんです。でこの B さん、一度はパップスにつながりましたが、その後連絡が途絶えています。どうなったか分かりません。で被害者はもう本当にもう生きていけないぐらいの辛い思いをしています。自己肯定感も失うし、でこうしたギリギリの状態の支援者支援というのは何度も繰り返しになりますが、やはり国が責任を持ってやるべきではないですか。大臣いかがですか。加藤大臣。繰り返しての答弁であれなんですけれども、今のお話、被害者の支援を行っている民間団体、まあ、その取り組み、これまでも情報交換等は行ってきておりますけれども、まあ、さらに密接に連携を取りながらですね、まあ、どういう対応していくことが今お話になったような事態を防げるのか、あるいは事態の深刻化を抑えることができるのか、まあ、そういった観点から対応させていただきたいと思います。委員長。池内君。私は今事例を紹介して、やはり危機介入すぐにということを求めたわけなんです。でさらに私がさらに求めたいのは、この女性が AV による性暴力から逃れるという意味では、一旦映像がインターネットで流れてしまったら、もうほぼ永久的に世界中の人々に、まあ、閲覧をされて世界中の人々の目にさらされるということにあります。主張されるたびに被害者はレイプをされ続けていると言っても過言ではないと。パップス の相談でも、明日あのコンビニのコーナーに自分の裸の写真が出てしまうと、なんとか止めてもらいたいという本当に緊迫した相談が持ちかけられています。こうした意に反する場合、動画の回収販売の差し止めを行って被害の拡大を防いでいくということが、私は至急求められているというふうに思います。ぜひ加藤大臣にイニシアチブを取っていただきたいと思いますが、いかがですか。加藤大臣。これまでも指示性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、あるいは児童ポルノ法というものもありまして、まあ、これについて厳正な取り締まりにしっかり努力をしていかなきゃならないと思いますし、またインターネットサービスプロバイダーによるブロッキング等の自主的な取り組みも支援をしていかなきゃいけませんが、しかし実態問題として、一度流通したコンテンツの削除って非常に困難になっているという状況があります。これを踏まえてですね、一方でこのインターネットの自由性というのはどちらあるわけでありますけれども、それを踏まえてどういう対応ができていくのか、しっかりと勉強させていただきたいと思います。池内君。ぜひとも回収のいろいろ難しい中でも、こうした回収の施策を進めていっていただきたいというふうに思います。で裁判で訴えられて見事勝利をした女性の手記をちょっと紹介します。駅付近とかのスカウトマンを禁止してほしい、禁止といってもやりたい放題なのできちんと法律を作ってほしい、若者を守るプロダクションやスカウトの取り締まりについてもしっかり考えてほしい、何でも若者のせいにするのではなくて、どうからこれらの仕事が儲からないようにしてほしいというふうに訴えていらっしゃいます。で JK ビジネスでも、私は誰に声をかけられたかが運命の分かれ道だというふうに言いましたけれども、勧誘に関する法規制も私は極めて大切だというふうに思っています。内閣府警察をはじめ政府一丸となって取り組む課題だと思いますが、河野大臣、加藤大臣いかがですか。河野国家公安委員長。
勧誘が法に違反をしているならば、これ厳正に取り締まるというのは当たり前のことでございますが、今お話しいただきましたように、今この問題の一番の取っかかりがそこにあるんだとすればですね、もう少し何ができるか、加藤大臣をはじめ、政府内でしっかり検討してまいりたいと思います。加藤大臣。重複になりますけれども、警察、あるいは人権擁護機関というのもございます。そういった機関ともよく連携を取りながらですね、そうしたスカウトの対応に対して、もちろん法違反があればそれに対して断固たる対応をすべきでありますけれども、そうでない場合も含めてですね、どういう対応があるのか、適切な対処を推進していくのか、男女共同基本計画の中にも盛り込んでいますけれども、それを具体的にですね、進めさせていただきたいと思います。池内君。具体的な施策を進める上でも、やはり JK ビジネス、AV に関わるこの性暴力被害に対しても、私はやはり実態把握が大事だと思います。この点もぜひ進めていただきたいんですが、いかがですか、大臣。実態把握。加藤大臣。今のはビデオのことなのかもしれません。その前にそもそも JK ビジネスそのものの実態把握というのもお話がございました。どういうふうにやればいいのかというところを先ほど申し上げました、その辺含めてですね、しっかり研究させていただきたいと思います。池内君。今日は大体質問させていただきたいことは網羅できたと思います。ありがとうございます。で、性暴力というのは私はやはり魂の殺人とも言われるほどの甚大な人権侵害だと思います。性的自己決定権というのを奪われて、そして被害を受けるということは何も女性だけの問題じゃないし、男性も、そしてあらゆるセクシャリティの人にとって極めて重い犯罪だというふうに思います。私は今日 JK の問題も取り上げました。自らのやはり欲望のままに子どもを利用する社会ではあってはならないというふうに思います。そして子どもたちを社会の主人公というふうにしっかりと捉えて、もう上から目線で何か教え込むということではなくて、今子どもたちが生きている世界を大人の側がやはり理解をすると、大人の側が目の前にいるその子にだからこそかけられる言葉を自ら身につけていくということが大事だというふうに思います。そして私は今日刑法の問題も指摘をしました。今回100年ぶりの刑法改正ということになると思います。この改正が真に女性の未来を開くものになることを私も求めます。現在の刑法が制定されたのは1907年で、これ言うまでもないことなんですが、その当時国会議員にも裁判官にも弁護士にも女性は一人もいませんでした。私も刑法の中でのいくつかの類型が性暴力として本当に制限された形でしか規定されていないということに大きな問題を感じています。日本国憲法が制定された後も刑法が改正されなかったということはやっぱり急がれる課題だというふうに思っています。女性自身が発言権を持ったのは戦後のことです。今年は戦後70年、参政権獲得70年でもあります。私自身は国会に送り出していただいて、いろんな法律を読む中で、刑法や売春防止法を読む中で、決して法律が女性の味方ではないということは私は痛感をしてきました。同時に議員となって、これまで以上に幅広い方々、民間団体の方々といろんなお話を聞かせていただく中で、多くの女性たちが本当に大きすぎる絶望を飲み込みながら、それでも諦めないで歩んできた戦いの歴史も触れることができています。今後やはりあらゆるセクシャリティに関わらず、みんながお互いを尊重し合える社会に変えていくためにも、私はこの課題をこれからも取り組んでいきたいということを述べまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて本日の質疑は終了いたしました。次回は来る16日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。